野球殿堂博物館は日本の野球専門博物館、それを運営する公益財団法人。法人名は公益財団法人野球殿堂博物館。東京都文京区公楽の東京ドーム内に所在し、館内には野球殿堂などがある。1959年6月12日に野球体育博物館の名前で開館。財団法人野球体育博物館により、 運営されてきた。公益法人改革により、2013年4月1日付で、公益財団法人野球伝道博物館に法人改組され、施設名も冒頭の名称に変更された。同財団の役員は、プロ野球球団のオーナーやアマチュア野球関係者らが務めており、理事長は、開館以来、NPB のコミッショナーが兼務することになっている。 2014年1月現在の理事長は斉藤敦館内には野球殿堂や資料展示室、図書室などがある。野球殿堂には殿堂入りした選手や野球関係者の肖像レリーフが展示してある。図書室には野球に関連する書籍、雑誌を約5万冊所蔵している。また、太平洋戦争等で戦死したプロ野球選手の 功績を称えた鎮魂の石踏みの管理も行っている。1956年、プロ野球公式戦開始20周年記念事業として、野球博物館、記念館といったものを作ろうという話が起き、また、1957年に死去した、高楽園スタジアム第4代社長、田辺総英の野球をはじめスポーツに対する功績を記念する追善事業の計画があった。 この二つの話が一つとなり、後楽園、第五代社長、真部八代、勝利木松太郎らが温度を取り、さらにプロ野球だけではなく、アマチュア野球界の協力を得て、日本野球界全体で運営する野球伝道を博物館として誕生した。ありがとうございます。